ハワイラ出身の元プロゴルファー。2005年の全米オープン優勝者で、当地のプロゴルファーとして、史上二人目のメジャー大会優勝者となった。キャンベルは1992年の全豪アマチュア選手権とアイゼンハワートロフィーのニュージーランド優勝に貢献し、1993年にプロ入り、1995年の全英オープンで初日首位に立ち、 最終順位で3位に入った。この年は日本のダンロップフェニックス選手権にも招待を受け、初来日する。しかし、その後は長期間のスランプに悩んだ。2001年に日本の静岡県御殿場市の太平洋クラブ御殿場コースに誘致された MC ワールドカップにニュージーランド代表として出場し、デビッドスメールとコンビを組んで優勝争いを演じた。 この大会は4カ国によるプレーオフにもつれ込み、ニュージーランドチームはプレーオフに進んだが、そこで南アフリカチームに敗れ、ワールドカップ優勝はならなかった。2005年の全米オープンにて、後続で追っていたタイガーウッズを2打差で振り切り、イーブンパーで初優勝。ニュージーランド人のプロゴルファーとして、1963年の全英オープン優勝者、 ボブチャールズ以来のメジャー大会優勝者に輝いた。全米優勝の5ヶ月後、ダンロップフェニックス選手権にも10年ぶり2度目の出場をした。2015年現役を引退した。ありがとうございます。